はいどうもこんにちは。マキオです。フリーランスで映像制作をやっている人間でございます。前回の動画でお話ししたことなんですけど、僕はすごく服が好きですと。で、仕事はビデオグラファーですと。で、現場に着ていきたい服がないなっていうのに気づいたんですよね。僕自身が。あのやっぱりどうしてもユニクロだったりとか、昔着てた古い服とかっていうのを流用することが多いんですけど、やっぱり服好きな人間として、現場もおしゃれで行きたいよねっていう風うにすごく思って、でもそういうブランドってないなって思ったので、 僕は自分でカメラマンのための服のブランドっていうのを立ち上げたいなというふうに思ってますうん。これめっちゃ面白そうじゃないですか私めっちゃワクワクしてるししかもなんか結構ね行けそうな気がするんですよあの要は火がつきそうというかちゃんとこう あの人気が出そうというかっていう気がしていて、これはちょっと本気でやりたいなっていうふうに思ってます。で、せっかくやるので、せっかくそういう服のブランドを作るっていうのと、せっかく、まあ、YouTube やってありがたいことに2000、数百人の登録者の方いていただいているので、皆さんとね、意見もらいながら、こういう服があったら嬉しいなとか、こういう機能があると嬉しいなみたいな意見をこうもらってディスカッションしながら、ね、服の方とかプロダクトを作っていけたらいいかなというふうに思っているので、ぜひね、 気になることとかあればコメントで、書いていって欲しいててっしでですで、えー、現段階でその服のブランドを作るっていう上で考えていることっていうのをお話ししていきたいと思います。まずコンセプトコンセプトなんですけど、まあ、カメラマン向けの服なので黒になるじゃないですか。もう表地は絶対黒だと思ってるんですよ。じゃないと現場で着ていくのって難しくなるので。なんで黒なんですけど。 思ったんですよね、僕。動画ってフルカラーじゃないですか。フルカラーじゃないですかっていう言い方があっているのかわかんないですけど、あのフルカラーの動画を作るじゃないですか。で、今だったら、例えば10ビットの動画だったら10億色の色の動画を作ってるわけですよね。で、じゃあその10億色の色を作る人が黒で、黒い服を着ている。ものすごくなんかそれってあのロマンチックだし、クールだな、かっこいいなって思ったんですよ。なんで、 その10億色の色フルカラーの色を生み出す人たちは黒い服を着ているそんな職人たちに敬意を込めて生まれた服っていうコンセプトでそういった人たちが自己表現をできる服っていうのをコンセプトに服作りをしたいなっていうふうに今考えてます。で、なんか1つ思っているのがあの カメラバッグってカメラマンとかビデオグラファーとか YouTuber の人が出すことってままあるじゃないですか。で、まあ言ってしまえばカメラバッグって作りやすいんですよ。型も一つだし、あのフィッティングとかしなくても売れるし、実物見なくてもある程度売れるし、カメラバッグの方が圧倒的に作りやすい。逆にアパレルってサイズ合うか合わないかの問題もあるし、そもそもサイズも複数型作らなきゃいけない。SML とか、レディースどうするのとかっていう話もあるので、 あの服作るのっってすっごい大変なんですよなんでやっぱグッズ的なものってあのカメラバッグが多いんですよねとかカメラストラップとかそういう小物とかが多いんですけどでもなんかそれだと僕は面白くないなっていうかまあ他の人もやってるし面白くないなと思ってやっぱりアパレルで勝負したいあんまりギミックに押せたくないんですよ要はこここの例えばここに ND フィルターのポケットがあって、ここになんちゃら用のストラップがあって、なんちゃらなんちゃらで全部カメラの機能があって、カメラマンがめちゃくちゃ便利に使える、そのための服なんですよっていうのって、ちょっと違うなと思っていて、それってそのカメラマンがカメラバッグを作るっていうのと、結構発想は近いなと思ってるんですよ。そうではなくて、あくまでアパレルブランド。おしゃれ、かっこいい。だけど、カメラマンの使い勝手もいいよ。しかもカメラマンとして、そこ、あ、この、 デザインクールだなって思うような機能がついているそういう服を作りたいなと思ったんですよねそのギミックとかおしゃれっていう部分は結構ハイブランドとかがやりそうな要素を取り入れたいなって思ったんですよねで例えば例えばですよ今持ってるのはじゃあ表地は黒のブルゾーン まあこういう感じで、もうちょっと生地が厚めだけど、シャカシャカ言わないみたいな感じなんですけど、例えば、まあ、おっきめのワークシャツみたいな感じで、大きいポケットがあって、ND とか、電池とか入れられるみたいな風になっている。で、この辺に例えば取り外しできるスラップとかがついていて、ガムテープとか止められるみたいな、そういう便利なギミックはありつつ、例えばですよ、こう開いて、内側見せたら、内側がカラーチャートになっているとか。 カラーーチャート分かりますあのカメラマンがねこう色をちゃんと測るために置くカラーチャートのデザインになっているとかこれめっちゃそういうの面白くないですかなんか店員さんがあのお客さんにこの服ねカメラマンの服のために生まれたブランドなんですよでこういうギミックがあってこういうのもいいんですけど実は黒じゃないですか裏地派手なんですよでこの柄っていうのがカラーチャートって言ってカメラマンが撮影時に正しい色が出てるかを確認するために掲げるものなんですよみたいな話してるのって結構想像できません なんかそういう,こうギミックを入れたいなって思っていて、これ伝わってますかねあのもちろん機能性大事にしたいです。えー、便利さ、カメラマンの便利さ大事にしたいです。でもそれだけだとやっぱガジェットになっちゃうので、ガジェットではなくやっぱブランドにしたいんですよね。 えー、ブランドとしての魅力を持たせたいのでそういう遊び心を入れたい、えー、例えばじゃあパンツじゃあ動きやすいストレッチのデニムパンツだったとしましょうでデニムパンツってコインポケットってついてるじゃないですかこういうやつですねコインを入れるポケットこれいうちっちゃいポケットこれってもともとそのデニムが炭鉱労働者の人のためのものとかで、えー、その人たちのためにこうコインを入れるポケットがあったみたいなことだと思うんですけどあの映像やる人ってあの 10円玉めっちゃ溜まりません <laughs> あのー、例えばコインネジでね、三脚のネジ締めるとか、すごいあるじゃないですか。なんで僕結構撮影から帰ってきたら、ポケットから10円玉こっちからもこっちからも出てくるみたいな現象起きたりするんですよ。これ多分ね、あるあるというか分かってくれる人いると思うんですけど、なんでそれをなんか逆的に、コインポケットめっちゃついてるみたいな、もう5、6個コインポケットついてるみたいな、なんか実用性ちょっとないかもしれないけど、あのビデオグラファー、カメラマンからしたら、あ、面白いそれみたいな、あ、10円玉いっぱい溜まるよねみたいな。 なんかそういうこう発想みたいなあの遊び心ってちょっとハイブランドとか入れそうじゃないですか。例えばあのハイブランドがコレクションで。 あのコレクションのテーマがカメラマンだったとしたらなんかそういうのやりそうじゃないですかあのカメラマンってそのコインを使うからポケットいっぱいついてるとかカラーチャートが柄になってるとかなんかそういうのこうやりそうじゃないですかなんかそういうブランドにしたいなと思うんですよ機能性もあるしエッジ遊びも効いてるみたいななんかそういうブランドを作れたらいいなっていうふうに思ってますでその黒い服を着てる人がフルカラーを作るっていうコンセプトもすごく僕はいいなと思っていて気に入っているし あとはね、こう細かいディテールだったりとかどうしていこうかっていうところになりますね。で、一応デザイナーさん見つかってます。デザインやってくれる方がいて、もともと自分のアパレルブランドを持っていた方でお願いしたい方が見つかって、もともと知り合いの方なんですけどね、にお願いするし、その方経由でパターンナーの方とかっていうのもつな、えっと、いでいただくことになってます。で、まあ、課題はマーケティングなんですよ。売り方。 あの、僕がそこやっぱ専門ではないし、ある程度やっぱ立ち上げの予算もないので、ある程度自分でやらなきゃいけないんですけど、あの、でもやっぱりそのアパレルに強い、そういうマーケターの方とかが繋がりたいなと思っていて、なんかもしいい人がいたら紹介してください。あの、こんなの動画で言うことじゃないかもしれないですけど、紹介してください。あの、知り合いで、あの、マーケティングのプロがいて、そいつに結構今相談し始めてるんですけど、まあ彼も、やっぱりアパレルに詳しい人の方がいいよとは言っていて、まあ、正直言うと自分身引いた方がいいかもしれないみたいなことも、 言ってくれたりとかしてでまあもちろんでも友達だし一緒に仕事したいってずっと言ってたので、まあ、その彼の力も借りつつなんかアパレルに強い人がいたらチームに入っていただけたら僕はすごい嬉しいなあなんていう風に思ってますなんかね今最近あの『ONEPIECE』をイーストブルー編から最初から見直してるんですよアニメを。<laughs> であのなんで今すごいこう仲間だろうっていう精神が多いんですけどなんかこのねビジョンに共感して一緒にやりたいっていう方がいたら是非なんかチームになって同じ船に乗ってやっていけたら楽しいなあなんていう風に思って はい、ということで今日はそのアパレルのブランドを立ち上げるというご報告でした。あそうそうで、えっと、一応来年リリースぐらいを目指して動きたいなというふうに思ってます。はい、もしかしたらクラウドファンディングとかもやるかもしれません。そのデザイナーズブランド的な あの見せ方でやるんだったらクラファンってちょっと違う気がしてたんですけど服のブランド立ち上げるってめちゃくちゃお金かかるし生産管理とか大変なんですよ。でクラファンにすることによって最初にお金が入ってくるっていうのとあの最初に作らなきゃいけない数が分かるっていうのがめちゃくちゃやっぱでかくて。 最初はクラファンでやるかもなと思ってます。はい。という感じで、えー、と今後もね、やっていこうと思っておりますので、ぜひ楽しみにしてほしいし、共感していただいた方は、いいね、コメント、チャンネル登録、そしてなんか、あの面白い人をご紹介してください。はい。ということで、今後ともどう,どうぞ動画出していきますので、よろしくお願いいたします。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。